機械警備、機械警備とは、警備員、主営や、用務員を置かず、代わりに警備対象施設にセンサーを設置して、建造物侵入や火災等の異常を機械で察知し、その発報を遠隔地で受信し、警備員が現場へ急行し初期対応を取る形態の、警備業務のことを指す。法的には、警備業法、第2条第5項に、警備業務用機械装置、中略を使用して行う。 1> 第1項第1号の警業務、第1項第1号の警備業務とは、いわゆる施設警備業務として定義されている。警備業務用機械装置とは、蒸気にあるセンサー及び受信機のことであるが、受信機は警備対象施設の外部、通常は警備業者が設置する基地局に置かなければならない。受信機を警備対象施設の内部に置くと、それを監視する警備員も、 施設内部に常駐することとなり、機械警備業務ではなく、通常の常の駐警備業務とみなされる。機械警備業務とは、あくまで警備員が、警備対象施設外で待機し、異常発生時のみ車両等で現場へ急行する、携帯の警備業務である。大手は最古産にして、業界最大手のセコム、急日本警備保障、そしてライバルのアルサック、総合警備保障などである。 夜間無人になる公共施設などに広く普及しており、特に学校と金融機関の普及率が高い。目的としては、侵入者を退散させるのではなく、異常を早期に発見、通報し被害の拡大防止を図るダメージコントロールが基本姿勢である。近年は、機械警備の普及により、施設内に警備員を常駐させる形態の警備業務は減少傾向にある。 これに伴い、建造物の設備、貯水槽の満水、減水、および銀行の ATM コーナーの自動回転、閉店などを警備会社が遠隔で監視、制御する例も増えている。また、防犯用機器と電気場の施錠、エレベーターの停止外の制御、照明や空調装置の停止等を連動させている例もあり、これらも機械警備の分野の一つである。なお、 近年では一般に浸透してきた一般住宅用機械警備、所位、ホームセキュリティも1号警備業務に含まれる。機械警備の部類、警備業法によれば、機械警備業務を実施するにあたっては、警備会社がセンサー等で異常発生を確知してから遅くとも25分以内に警備員を現場に到着させ、もしくは速やかに都道府県警察に通報して、市直の介入を仰ぐことが、 努力義務として規定されている。これは、あくまでも、努力義務ではあるが、この努力義務を怠った結果として、現場への警備員の到着が極端に遅延したために、東南東の犯罪被害が拡大した場合は、警備会社が民事上の責任を問われることもあり得る。登場は、日本警備保障、後のセコムの SP アラームが1966年6月であった。続いて、 ライバルの総合警備保障が1967年9月に総合ガードシステムを開始して後を追った。その後、1969年4月、SP アラームが長山のり連続射殺事件容疑者、長山のりの逮捕のきっかけになって注目を浴び、一般的にも知られることになる。そして、1970年代から1980年代にかけては、 電子技術の進歩による信頼性の向上などもあり、機械警備は一気に普及することになる。これを受けて、1982年には警備業法が改正され、国家資格として警備員指導教育責任者と共に、機械警備業務管理者が設けられた。初期からあった防犯用センサーは窓や扉の開閉を感知するものであった。当時はセンサーの種類が少なく、 信頼性を高めるためには、ほぼすべての窓や扉にセンサーを設置する必要があった。そのため保守に手間がかかり、例えば学校なら、設置箇所も、家庭科室と保健室やコンピューター室と校長室や、職員室など、貴重品の置いてある場所に限られ、一般の教室には設置しないことが多かった。少し遅れて現れたセンサーとしては、窓を叩いたら、 振動で感知するといったものがあった。しかし、窓にボールが当たる、地震が来るなど、どのような振動でも感知してしまい、警備業者はその後方の多さに苦しんだ。しかし、このセンサーの失敗は、後に圧電素子を利用した改良型ガラス破壊センサーの開発へとつながった。改良型は、ガラスが破壊される、際の振動、他の振動とは、周波数で、 区別だけを感知できるもので、旧型と比較して大幅に誤報が減り、広く利用された。その後、新入犯の巧妙化に対応して、機械警備も精密化していく。機械警備業者は、センサーの資格を減らし、かつ、誤報も減らすために試行錯誤を繰り返した。その過程で作り出された、失敗作のセンサーには、風が吹くだけで感知してしまうものや、近くで、 音が鳴っただけで感知してしまうものさえもあった。現在、最も広く利用されているセンサーの一つとしては、赤外線センサー、受動型がある。これは、廊下の天井などに設置し、舌を温かいもの、赤外線を出すものが通過したら、センサーが反応するもので、侵入者の体温を感知しようとしたのである。このセンサーは、人間の体温という隠しようのないものを感知する。 ことで、他のセンサーの盲点をカバーできるため、機械警備の信頼性を向上させるために大いに役立った。しかし、これにしても、ネズミが通過してもセンサーが感知する、ファックスが送信されてもセンサーが感知するなど、誤報による警備会社の不必要な出番を書いて増やす、結果にもなっており、現場の警備員には嫌われている。警備会社は、機械警備と併用して、 夜間数回契約先を巡回するなど、機械警備で不足している点は、人手で補うという対策をとっており、これはセンサーの信頼性が高くなった現在でも行われてる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。